でね、あの、僕今年27なんですよ。もう27歳になるんだけど。来てるから。<laughs> どうも皆様、こんにちは。グリードです。えー、皆さんお久しぶりでございます。約2ヶ月ぶりの投稿になると思うんですけど、ちょっと、えー、お休みをいただいてました。えー、チャンネル登録ね、して待っててくれた方、まずありがとうございます。えっ、ー、とね、 今日から復帰しようかと思います。で、復帰するんだけど、まぁ、あ、ちょっと投稿頻度とか配信頻度は、まあ低いっていう話と、まあ休みの間どんなことを考えてた、どんなことをしてた、あと近況とかをね、今日はサクッとお知らせ動画としてね、話したいなと思います。じゃあまずね、あの、今日から復帰をするっていう話なんだけど、まあハセシンと相談して、まあ、復帰に至りました。で、 だけど、ま、ちょっと投稿頻度、配信頻度は低めにいこうかなと。まあ、自分ができるペースでやっていこうかなと思います。で、その休みの前はね、ちょっと、ま、手術のせいも大きかったと思うんだけど、なんかあんま精神的にこう、安定してなかったというか、なんかやらなきゃやらなきゃっていう精神。本当取り戻さなきゃっていう精神でやっちゃってて、動画のクオリティとか、配信のクオリティがもう本当に下がってたんだよね。もうほんとどんどん。 もう喋れなくなったりとかしてて、まあ、完全にオワコンコースに行ってたんですよ。で、そうならないように、ちょっとね、まあ、自分が納得できる動画のクオリティを、ま、保てる、ど、とあの、投稿ペースを、ちょっと守っていこうかなと思います。まあ、1週間、2週間開くこともあるかもしんないし、また、まあ、でも調子良かったらね、こう連日棒、ポンポンポンって上げることもあるかもしんないし、まあ、ちょっとそこはね、あのー、 まあ自分と相談しながらというかね、無理をせず、本当、なんか低クオリティな <laughs>、なんか、なんとなく出してるような動画ばっかり出さないようにね、しようかなと思います。で、配信よりまあ動画メインになるのかなとちょっと思ってたりもする。なんでかって言うと、昔からね、僕がその動画メインでやってたから、正直配信があまり得意じゃないから、 まあ、まずはね、あの、自分本来のね、こう、力を出せる動画で、まあ、しっかりと感覚を取り戻していこうかな、とは思ってます。まあ、休みの間、どんなことをしてたか、どんなことを考えてたかなんだけど、まあね、何もしてないですね。<laughs> 本当に何もしてない。まあ、休んでたからそれが正解なのかもしれないんだけど、まあ、でもいろんなことは考えてました。まあ、その、まあ、どんな動画を出していこうかとか、どんな風に復帰しようかとか、あと、 本当に僕は何をしたいんだろうかみたいなことをね、いろいろ考えて、で、やっぱりね、やっぱ心のどっかに、やっぱまた e スポーツ選手として、やっぱ大会に出,出たいなっていうのは、やっぱりあるなと思ったんですよ。大会には出たいけど、まあ現状の COD の日本の e スポーツシーンはもう、まあほぼ死んでる状態で、大会もない状態なんですよね。まあ次の COD が盛り上がれば可能性、可能性をね、大会の可能性はあると思うんだけど、 まあしばらくね、大会が見込めないという状態で、まあ COD の選手をやるっていうのは難しくて。で、エイペックスの選手をやるのかって言われたら、うん、まあそこまで僕がエイペックスに熱量あるのかっていう。エイペックスの競技心に熱量があるのかってなったら、ちょっと微妙かな。うん、ちょっとそのいう中途半端な気持ちでは競技心には挑めないと思うから、まあちょっと保留かなっていう。で、最近はフォートナイトのゼロビルドってあの建築なしのモードが、 まあ、海外を中心にね、すごい流行ってて。で、ゲームの中でも公式っていうか世界大会に出れるんだよね。だからそういうのにもちょっと挑戦はしてみたいなとは思ったりしてます。いろんなね、まあ、エペックスだけじゃなくて、まあ、た分フォートナイトとかもちょっとやりながら、まあ自分のペースでやっていこうかなとは思ってます。で、次に、まあ、今後の動画、まあ、ちょっと今話しちゃったね。今後の動画、まあ、 好きなことをやりますよ、と。<laughs> 好きな、自分のペースで好きなことをやります。で、ゲームも多分いろんな FPS、TPS もやるし、あと料理動画とか実写動画、まあ、サバゲーとかもやりたいなってまた思ってます。で、やっぱりね、なんか昔料理動画とか実写動画とか上げてたんだけど、なんか別に数字が取れるというか数字目的じゃなかったんだよね、全く、本当に。なんか自分が撮りたいから取って。 撮ってただけで。まあでもやっぱりそういう動画の方がまあ数字は伸びなくても、まあ高評価多かったりとか、やっぱ受けはいいんだよね。やっぱ、まあ本当に自分が作りたいものを作ってるから、まあ初心に戻って、まあ今ね、登録してる人たちが楽しめるような、まあ自分がやりたいような動画をね、ちゃんと作っていこうっていうのはまあちょっと初心に帰ってね。で、今年の予定は、 多分ね、夏にアメリカ行くんですよ。まあ、ちょっと仕事の関係もあるんだけど、まあそれはおいおい話せたら話すんだけど、アメリカでまた昔撮ってたみたいに Vlog みたいなのも撮りたいなって思ってます。で、最後に、近況、まあ、近況というか、まあ筋トレを始めましたね、また。あの、ジムにもう行っちゃってます。行っていいのかわかんないけど、なんかお医者さんも、まあ正直わか、わかんないっていう状態で、まあ、こういう手術するのは、なんか基本的に高齢者だから、 がっつり筋トレしてるね。僕みたいな人がやるような手術じゃなかった。いや、やらないから、基本的にやらないから、若い人は。だから僕も今んところ手探りでもなんとか、少しずつ少しずつやってるんだけど、ね、こう自分が好きだったこと、まあ、ゲームと、やっぱ筋トレっていうこの二つが今できるようになってて、まあ精神的にも結構、まあ余裕ができてきたのかなっていう、まあ楽しい気持ちがね、ちょっと出てきて、まあいいんじゃないかなと思ってます。 以上がね、あの僕からのお知らせでした。まあ復帰はするけど、投稿ペースは多分そんなに高くない。まあ自分のペースでゆっくりやっていきますよっていうね、お知らせです。でね、あの、僕今年27なんですよ。もう27歳になるんだけど。来てるかな <laughs> あの僕ね、もう生まれつきおでこマジで広いんだよね。本当に広くて。もう5本余裕ですよ。5本余裕。 で、なんで今出してるかっていうと、なんかもう、まあ、27歳だから、まあ、そろそろ若ハゲ来ても別におかしくないかなと思ってて、まあ、一応病院は行くけどね、もうなんか早めにおでこ、ね、僕はもう広いですっていうのを出してた方が気が楽かなと思ってて、なんか、今まではね、こう、アイロンして前髪下ろしてなんとかなんとかこう、ね、隠してやってきたんだけど、なんかもうそういうのも疲れてきちゃって、なんか <laughs>、もう、早めになんかもうね、自分をこう、出しちゃって、 ね、恥ずかしいとこも出しちゃった方が、やっぱ気が楽だなと思って、もう、うん、なんか25を超えたあたりからちょっと思い始めてたんだけど、だから僕はもう、多分励ます。お父さんはもう全身おでこになっちゃってます。これは、だから、ちょっと覚悟はしてるけど、まあ現代医療も進化してるから、ちょっとその辺に頼りつつ、まあ生きていこうかなっていうね。まあ多分僕みたいな同じ年齢の人多いと思うから、まあ頑張っていきましょう。<laughs> 別に、視聴者さんが絶対ハゲるとは限らないんだけど、まあ一緒に頑張っていきましょう。まあってな感じで、まあマイペースにね、ちょっとやっていくと思うんで、まあそれでも応援してくれたら嬉しいですね。楽しい動画をお届けできるように頑張るので、えー、よろしくお願いします。というわけで、えー、お疲れ様でした。よかったら高評価、コメントね、ぜひ、モチベーションになるのでよろしくお願いします。まあ質問等は、あの、配信もするから、その時にね、よろしくお願いします。バイバイ。